すっぴん屋さん、眉毛だけある屋さん全部落とした屋さん、オイルクレンジング屋さん、全部落としました。はい、で、ここからやっていきたいと思います。バンバ、どんな風に変身しちゃうのか、どのぐらいつけたらいいんだろう。え、すごい、とりあえずちょっともらいました。すごい、それは何、大変身してほしいですね。あ、めっちゃ伸びる。あ、黒い、うわ黒い、でも伸びがいいね。伸び、とりあえず私はちょっとコンタクトを入れようと思います、はい、私もコンタクトを入れました。なんかいつもよりかなり大きめのグレー系を入れてみました。やるといえばグレーかなと思って。え、待って、不安になるぐらい茶色いけどさ、すごいもっと黒くてもいいぐらいだよね、うん、結構ね、伸びが良くてすごい黒いイメージあるよ。今塗ってるのはコスプレ用っていうよりは本当にそのギャルの皆さんが愛用されてるような感じ。ギャルの皆さん、でも今塗ってるのはこれはかなりコスプレ用のリキッドファンデーションですね。なんか 2.5 次元コスメティックって書いてあるし、撮影用っても書いてあります。おー、なんか私あんま違和感ないんだよね。あ、本当だね、馴染みがいいかも。なんか上手、うん、違うんだよ、顔の質の問題だから。無事これ本当に正解した。塗ったけどこっち見て、いや、いや結構ブスだよてかなんかみんなこんなにさ顔浮いてるのに私だけめっちゃ馴染んでる。なんか馴染んでる確かにあんまり変わらない気がするけどなんでなんだろう、なんかすげえ肌綺麗、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 なんでそんな、いい感じに乗るの。え、なんでなんでなんだけど、いや、わかる、これだよ、ね、いや、私え、なんかさ、トーテムポールに土色なんでちょんちゃん馴染み良すぎない、まだ肌だけだから。確かに一番わけわかんない状態だいや、一番すごい、この世で3番目ぐらいに思うねえ、せめて一番になりたかった確かに、確かに、絶妙な3番これいいのかな、なんか馴染みすぎててもっと黒い方がいいのかと思い始めてきたけれど、でもこれ以上黒くするっつってもね、素でもないよね。そうそう、素でもう重ねてもこれ以上黒くなんないよね。確かにシェーディングとかで塗ったら、あ、確かにね。でもなんかこれちょっとさ意味分かってきた、意味分かってきた。黒をさ塗るとさ白目がめっちゃ綺麗に見える。あー、めっちゃ目立つ目立つ、そういう美しさがある。確かにね、そういうこと。かわいい、本当につむちゃん、あ、でもそれじゃん、あ、なんかでも合ってるよ、そういうことだよね。なんか不安そうな瞳がかわいい。じゃあみんなは白をやっている間にアイメイクをちょっと進めようかな。鼻の先までやんない方がいいのか。おお、人によるんじゃない。人によるかも、これ結構。私ピンクの服着るからアイシャドウがっつりピンクとかにしようかな。かわいいね。この時点で一人一人やっぱ違うんだ。もう結局おーなー当てる、え、当てる、いや、なんかわかんない、でも当てる、当てる、私たちもまだわかんないところな。アイラインの塗り割りすぎ、悪すぎなんだけど、なんかペタペタなやつにアイライン塗るの無理じゃない？ずるい、塗りにくすぎてアイラインがなくなったのかと思う。確かに消費量やばそう。すっごい、こうだ、あ、すごい、それっぽい、こうだよね、っぽい、え、超うまい、つんちゃん本当に、うん、ね、もうさ、その顔になってきてるよえ、見せて、え、ほんとだ、ハゲン、すごい、え、素質あるの、素質ある、何パギあるの、素質ある、どんな素質マジで、それ白を終わらせるさ境目がわからなくなる、ね、つんちゃんさ劇団四季じゃない、マンバじゃなくて、え、本当に、あの綺麗と言えるよ、つんこさんのバランスの良さというか、うん、ね、すごい、確かにキャッツ、キャッ ツ、ね、キャッツ、本当にちょっとアゲなので強めの、ねえ、強めのやつ買って、4人でね選んだ、これが上用でこれが下用、重いけどつけまつけるのうまっえ、まじめっちゃつけまつけるのうまくね、あんまりあるやん、なんか目尻に重みを持たせたいんで
この2つをね、ここら辺でくっつけてから、つけまつげ初めてつけるかも。伸ばしたいんで、こっちに接着します。すごい、そんなテクニックまで。そう、なんかこう長さが欲しいけど、目尻に力が欲しいので、目尻は重ねたいという強いし。それでなんかそのコスプレとかでもそういうことしたりするんですか？なんかここまでのことはしないけれど、下まつげとかもチョンチョンチョンとかっていうキャラとかいるじゃないですか。そういうのとかも結構細かくまつげ切って貼ったりとか、結構やるかも。なんかつんちゃんが2枚重ねって言ってた意味が今分かったんだけど、嘘、多分このメイクだとさ足りなく感じるんだね。いや、そうだよね。でも本当のマンバギャルはなんか動画とか見てると5枚とか6枚重ねてて、やばい、ね、どんなって思って、目開かないじゃん。そのこれを5枚6枚って結構やばいね。やばい、天才かもしれない。やばい、天才かもしれない。つんちゃんめっちゃ綺麗くない？うわー、上手。やばい。それ2枚重ねにもそんな見えないね。それにさ、やってると派手に見えないんだね、こんだけメイクしてると。ね、バグってますよ、僕から見たらすげえ派手だなと思います。派手に見えないとは。派手に見えない。口白にした方がいいよね。それあげだよね、絶対思ってるんだけどさ、唇シワシワになりすぎて思う。でもさ、コンシーラーとか塗るとなるよね。なるなるなる。すごいね、普通にまんまになってる。なってる、なってる。あのね、ウィッグいらないんじゃない？ね、本当に欲しい。じゃあ着々と皆さんのウィッグを。みんないらないの。装着している。そう、このね、ウィッグ、私が PPE 全員でヤングアニマルのウェディング撮影した時に、かぶってたピンク色のウィッグなんです。そのセットしてもらってたのをパージしてロングの状態にして持ってきました。なるほど。そう、なんか見覚えあるなと思ったら。そう、なんか皆さんご自宅にそのウィッグが複数あったりするもんですか？山盛り。山盛りある。すごい。へー、その雑な黄色やばい。やばいでしょ。いいよね。ぽい。やっぱ髪の毛が一番重要だったんだ。わかる。ね、この雑な感じもよくない？やばい、いい、いい。服がね、今まだあれだから。私も着替えてくよ。あまりにも漫画のコスプレ上手くね？うまい。じゃあね、マジでやってた人。やってた、やってたよ。本家、本家の人。なんか山外人味ある。本当に。なんか吉田さんはでもね、まだ吉田さんって感じが残ってる。本当ですか？え、でもさきみも。ねえ、マジやばい、かわいい。ちびっこギャルじゃん。かわいい。私だけ髪の色がナチュラルで、この中だと。あら、ちびっこギャル。ちびっこギャル。確かに。すげえ、あれだね。やばい。かわ。いけてる。え、めっちゃいい。ぽいぽい。ぽいよね。スタッフ絶賛ですよ。あげ。あげ。スタッフあげ。これ普段だったら絶対できないけど、今めっちゃ気が多くて。やばい。さあ、ということで、はい、今回あのギャルメイクをしていただいたんですけども、どうですか、実際やってみて。難しかったね。難しかった。難しかった。なんか意外と写真見てるとイケンベみたいな感じだったけど、意外と大変だった。大変だった。大変だった。どこが大変でした？白、白、あ、白の入れ具。
結構そこを皆さん時間かけてましたもんね。いや大変だった。なんかそのね、みんな器用なんだなって思った、ね、なんかギャルの方あとこれつけまね、つけまねしたでしょ。わかる、めっちゃ大変だった。どんどん置いてきちゃう。わかる。普段下につけまってつけないですよね。つけない、あんまりつけない。だってあのつぼさん2枚重ねみたいな。そう、上ね、カスタムしました。カスタムしてる。すごい、めっちゃ上手。綺麗綺麗、うまい、超綺麗。やったことなくてカスタムまでしてくるっていう。絶対やったことなくないですよね。経験してました。やったことありますよ、初です。前世で経験してる。いやそう、多分確かにクールだった。うん、ね、でも本当に多種多様だというか、全員フラット同じじゃない感じですよね。うんうん、4人集まるとなんか個性がそこそこあって、うんうん、ね、あるね、なんかいるいるみたいな。そうそう、強そうなんだよ。戦えそうなギャル。戦えそう。あなたツインテールとか舐めてるの、かぶってる。マジで。かぶってる。かぶってる。位置が高いからいいと思う。皆さんの方ギャルメイクをね見ていただいたあの出版社の方、オファーお待ちしております。お待ちしております。マンバグラビア、マンバグラビア、マンバグラビア、 TP 更衣室、マンバグラビア、どっかの雑誌で、ね、重要重要。でももしかしたらその時はこうエナモさんとかヨーリさんとかもね、一緒に見たい、ちょっとイオリンのマンバヤバさ見たい。一番ちょっとわかんない。マナスさんとかもね、めっちゃ似合うと思う。ギャル似合うと思う。人妻のマンバメイク見れるのここのチャンネルだけかもしれない。確かめたいですね。実はこの企画私がやりたいって言ってやっとマンバやらせてもらったんで超嬉しい。みんながマンバになってくれて超楽しい。やったやった。一緒にやってくれたみんなにも感謝でございます。ちょっとね踊ったりしちゃいたいよね。この後なんかこういうのやりたい。頑張ってます。この動画が面白かったと思った人はグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらです。そしておすすめの動画はこちら。せーの、バイバーイ。